ペトルチェフは、チェコプルゼニ出身の元サッカー選手。チェルシー FC のアドバイザー。元チェコ代表。ポジションはゴールキーパー。チェルシー FC では、プレミアリーグ優勝4回、FA カップ優勝4回、UEFA チャンピオンズリーグ優勝1回、UEFA ヨーロッパリーグ優勝1回を経験し、自身も4度のプレミアリーグ最優秀。 ゴールキーパー賞を受賞するなど世界最高峰のゴールキーパーとして活躍。チェコ代表でも、同国代表歴代最多となる124試合に出場し、UEFA ユーロ二2 0 0 4でのベスト4進出や、チェコ独立後初となる FIFA フフワールドカップ出場に貢献した。また、後述する頭部の負傷により装着するようになった、ヘッドギアを装着しプレーすることでも知られている。 名前の発音は、格言語により違いがあるが、チェコ語では、ペトルチェフとなる。チェフはドイツ語読みに近い。地元のショークラブ、FC ビクトリアプルゼニで、ユース時代を過ごし、1999年に FK、フメルブルシャニへ移籍し、プロデビューした。すぐさま頭角を表すと、2001年夏に移籍金70万ユーロで、同国の AC スパルタプラハイ移籍。 移籍後すぐにポジションを認めると、リーグでは、もちろん UEFA チャンピオンズリーグでもスパルタプラハの剣手に貢献し、グループリーグで前年発車のバイエルン・ミュンヘンを完封するなどの活躍を見せた。2002年末に活躍の場を国外に求め、7月9日に移籍金375万ポンドでフランスのレングに加入した。 ここでもレギュラーの座を手中に収めて安定したパフォーマンスを見せ、初年度こそ最後まで残留争いに巻き込まれて15位だったものの、2年目は9位に押し上げた。それ以降のレングは、毎年一桁順位を記録しており、長年リーグの中位から下位をまよっていたレングを、リーグ中位の常連に押し上げた。2006年、チェルシーで2度目のリーグ優勝を喜ぶ。 チェフ2004年7月1日、2シーズン在籍したレンヌを離れて、イングランドのチェルシーへ700万ポンドで移籍した。移籍当初は、実績のあるカルローク・ディチーニとのポジション争いが予想されたが、ユーロ2004での好評判もあって、政治一系の座に収まり、持ち前の堅実なプレーを見せて移籍1年目ながら、 ピーター・シュマイケルが保持していた694分連続無失点のプレミアリーグ記録を更新。なお、クラブも、チェフと共に、アーセナルが保持していた823分の連続無失点記録を更新し、この記録を1025分まで伸ばしている。移籍1年目ながら、チームの半世紀ぶりとなるリーグ優勝に貢献したほか、チェコ最優秀選手賞とともに、 UEFA 最優秀 GK 賞を受賞し、世界屈指の GK として、確固たる評価を得た。順風満帆なキャリアを歩んでいたが、2006年10月14日の、プレミアリーグ第8節レディング戦でボールを奪おうと、した、レディングの MF スティーブンハントと激しく接触して、頭蓋骨陥没骨折の重傷を負い、一時は、意識不明に陥って、選手生命も危惧された。 また、チェフと交代したカルロク・ディチーニーまでもが負傷し、その時点でチェルシーは交代枠を使い切っていたため、やむなく DF ・ジョン・テリーがゴールマウスを守ることになった。ジョゼモーリーニョ監督は、ハントの行為を厳しく非難するとともに、チェフが一命を取り留めたことを奇跡と表現した。その後意識は回復したものの、復帰には、 最短でも1年はかかると診断された。が、驚異的な回復力で2007年1月20日のプレミアリーグ第24節リバプール戦で先発出場して復帰を果たした。その後は常にラグビー用のヘッドギアを装着して試合に臨んでいる。骨折自体は感知しているが、強度はまだ完全には元に戻っていないこと。 ヘッドギア装着でのプレーが定着しているなどの理由で引退まで装着し続けた。復帰後は2007年9月20日にモーリーニョが退団し、チームは混乱に陥った。自身も11月6日のチャンピオンズリーグのシャルケ戦で、ふくらはぎを12月23日のブラックバーン戦では腰をそれぞれ負傷するなど怪我に苦しめられた。 特にふくらはぎの負傷に関してはその後も慢性化している。2008から09シーズン、ポーツマス戦でのチェフ2008年2月24日のリーグ杯決勝のトッテナム戦では延長前半4分に、自身のクリアミスからジョナサンウッドゲートにヘディングで、決勝点を奪われ1から2で敗れ順位優勝に終わった。一方、チャンピオンズリーグでは初めて決勝に進出。 5月21日の決勝では、マンチェスターユナイテッドとの同国対決となり、1から1で PK 戦に突入。自身は、クリスティアーノ・ロナウドの PK を止めたが、テリーが決めれば優勝だったはずの PK を失敗し、最後は、ニコラ・ネルカが、相手 GK ファン、デルサールに止められて5から6で敗れ初優勝を、逃した。 リーグ戦でもユナイテッドに次ぐ2位に終わり、FA カップでも準々決勝で2部のバーンズリーに敗れるなど優勝まで、あと一歩届かないシーズンとなった。7月21日、新たに5年契約を結んだ。11月1日のサンダーランド戦では5からレーで、大勝し、チェルシーで100試合目のグリーンシートを達成した。 しかし、10月26日のリバプール戦では2004年2月21日のアーセナル戦以来のホームでの黒星を喫し、3月20日のフラム戦より続いたスタンフォードブリッジでの無敗記録が86で止まった。この年はリーグ3連覇を果たしたユナイテッドと年間わずか2敗だったリバプールの前に埋没し3位に終わった。 チャンピオンズリーグでも準決勝で優勝したバルセロナに敵地カンプノーでのファーストレグはスコアレスドローと検討。ホームでのセカンドレグでは前半早々にマイケルエッシェンのゴールで先制し相手 DF のエーリック・アビダルも退場していたものの後半ロスタイムにアンドレス・イニエスタにアウェーゴールを許し敗北した。FA カップでは2009年5月30日の 決勝でエバートンに勝って優勝して無冠は免れた。8月14日のコミュニティシールドでは前年、リーグ王者のユナイテッド相手に、PK 戦にまでもつれ込んだが、ライアン・ギグスとパトリス・エブラの PK をストップして、4から1で勝利し4年ぶりに優勝した。リーグ戦でも4連覇を狙ったユナイテッドと最後まで、激しい優勝争いを繰り広げたが、 最終節のウィガン戦で8から0と圧勝し、勝ち点差1で4期ぶりのリーグ優勝を遂げた。FA カップでも2010年5月15日の決勝で最下位で降格が決まりなおかつ、経営破綻したポーツマスとの試合で、ケビン・プリンス・ボアテングの PK を止める活躍を見せ、1から0で勝利し、連覇と共に2冠を達成した。 8月8日のコミュニティシールドでは前年と同じく、ユナイテッドと対戦したが、1から3で敗れた。この年は移籍後初めて全38試合にフル出場をしたが、11月10日のフラム戦以降、年明けまで9試合でわずか1勝と不振に陥ってしまう。2月14日の同じく、フラム戦から10試合負けなしと盛り返し首位を走る、ユナイテッドを猛追したが、 5月8日の直接対決で敗戦し、連覇を逃した。チャンピオンズリーグでも準々決勝で、ユナイテッドに敗れ、国内カップ戦でも早々に敗退して3期ぶりの無冠に終わるなど収穫に乏しいシーズンとなった。2011から12シーズン、レスター戦でのチェフ2011年8月18日、トレーニング中に膝を負傷して、 全治4週間と診断される。その後予定よりも早く9月10日のサンダーランド戦で復帰した。チェルシーは序盤こそースタートを見せたものの、10月23日の QPR 戦では2人の退場者を出して0から1で完封負け、10月29日のアーセナルとのビッグロンドンダービーではホームで5失点という屈辱的な敗北を喫した。 その後も調子は上がらず12月31日のアストンビラとのホームゲームでも1から3で敗れ、4試合未勝利で2011年を終えた。この間は自身のミスとともに DF 陣のほころびが目立った。年が明け2012年になっても一向に調子は上向かず、2月21日のチャンピオンズリーグラウンド16ファーストレグではナポリに1の3で敗れ、 ベスト16で敗退の危機に陥った。さらに3月3日の WBA 戦で0から1で敗れた直後にアンドレビラス・ボアス監督が解任。その後、アシスタントコーチのロベルト・ディ・マッテオが暫定監督に就くとチームは復調を見せ敗退の危機にあったチャンピオンズリーグは3月14日のセカンドレグで延長戦の末ナポリに4-1で勝利。 4月15日の FA カップ準決勝では、同じロンドンのライバルであるトッテナムに5-1で圧勝して決勝に進出。5月5日の決勝では、リーグカップとのカップ戦 W 制覇を狙った、リバプールと対戦。後半37分には、アンドリュー・キャロルのヘディングシュートを、ゴールラインスレスレで右手1本で防ぎ、2から1で勝利。2年ぶりの栄冠を手にした。 チャンピオンズリーグでは、準決勝で王者バルセロナと対戦。圧倒的不利との予想通り、4月18日の、ホームでのファーストレグはバルサにボールを支配される、展開となった。後半42分には、リオネルメッシの FK からカルレス・プジョルに、頭で合わせられたが、これを見事に、ファインセーブで切り抜けた。この他にもバルサの決定機をことごとく不正で一から、 例で勝利。前半ロスタイムに、ディディエドログバが決めたゴールを最後まで守り抜いた。4月24日に、アウェーで行われたセカンドレグではバルサに2点を先行され、さらにギャリー・ケーヒルが負傷で、ジョン・ペリーが、アレクシス・サンチェスのシミュレーションで退場となるなど厳しい展開になった。前半ロスタイムに1点を返して、アウェーゴール差で、再び、リードを奪うと、 後半はメッシが PK を失敗。チェフ自身も、後半17分には、イサーク・クエンカとの1対1を、終了間際には、ハビエル・マスチェラーノのミドルシュートをそれぞれセーブ。ロスタイムには、フェルナンド・トーレスの同点ゴールが生まれ、2戦、合計3から2でバルサに3年前のりを返すと、共に4年ぶりに、決勝へ進んだ。 5月19日のバイエルンとの決勝は、ラミレス、ブラニスラブ・イバノビッチ、テリー、ラウール・メーレレスの4人を、累積警告で書いた上、バイエルンのホームフースバル・アレナ・ミュンヘンで行われる、こともあって、バイエルンに有利と見られていた。後半38分に、トーマス・ミュラーに先制点を奪われるも、後半43分に、不安またの CK から、ドログバのヘディングでタンバで同点に、 延長戦では、アリエン・ロッベンの PK を止めるなど安定した、セービングを見せ、試合も PK 戦へ突入した。チェルシーの一人目またが、マヌエル・ノヤーに止められるなど一時はリードを許したが、イビツ・アオリッチとバスティアン・シュバインシュタイガーの PK を、続けざまに防ぎ、最終的にはドログバがネットを揺らして4から3で、勝利し初優勝を決めた。リーグ戦6位。 シーズン途中での監督交代にもかかわらず、2巻で自身の30歳の誕生日を祝った。5月28日、2016年まで契約を延長した。2014から15シーズンからは、新加入のティボクルトゥアにレギュラーポジションを奪われ、出場機会が激減した。3部チーム相手に、ホームで4得点を挙げられるなど、自身も調子が上がらず、 シーズン終了後にアーセナルに移籍した。2015年6月29日、同じロンドンに本拠地を置くライバルチームのアーセナル FC への移籍が決定した。背番号は33番。この背番号を選んだ理由について、チェフ本人は33番で新しい一章を始めるのは現在33歳であること、そして プレミアリーグの出場試合数が333だからだ。選ぶのは簡単だったよ、とコメント。自身の年齢とプレミアリーグでの出場試合数に由来があることを明かした。12月28日のボーンマス戦でリーグ新記録となる170試合のクリーンシートを記録。最終的にリーグ最多となる16度のクリーンシートを記録し、 自身4度目のリーグサイターを受賞した。2016から17シーズン、FA カップ決勝では出場こそなかったが、優勝メンバーとなり、自身5度目の FA カップ優勝を経験した。2018年3月のリーグ第30節、ワトフォード FC 戦で PK をストップし、プレミアリーグで通算200試合のクリーンシートを達成した。ちなみに、 シェフが PK をストップしたのは実に7年ぶりである。2018から19シーズンから、背番号を1番に変更することが決定。開幕当初こそ、レギュラー出場していたが、負傷で離脱するとレノにレギュラーポジションを奪われた。2019年1月15日、今シーズン限りで現役を引退することを、自身の SNS で発表。ヨーロッパリーグ決勝では、 フルス・チェルシー相手に先発出場し、ジルの決定機をセーブするなどのプレーも見せたが、4から1とチェルシーに敗れ、現役ラストマッチを、優秀の日は飾れなかった。2019年6月21日、長年在籍したフルス・チェルシーに、テクニカルアドバイザーとして復帰することが発表された。2020年10月20日、新型コロナウイルスの大流行による、 予防措置として、チェルシーのメンバーとして、プレミアリーグに登録された。2020年12月14日、チェルシー U-23 の一員として、トッテナム U-23 戦に、フル出場し、約18ヶ月ぶりに、現役復帰した。2019年10月9日、ゴールテンダーとして、ナショナルアイスホッケーリーグディビジョン2のギルドフォード、フェニックスと契約した。 ドミニクハシェックに敬意を表して、背番号39番の背番号を選択した。アイスホッケーをプレイしながら、チェルシーでの技術、パフォーマンスアドバイザーとしての役割を続けていくと、語った。10月13日のアイスホッケーデビュー戦では、2つのペナルティを止め、他にもいくつかの重要なセーブをしたことで、マイオブ・ザ・マッチに選ばれた。二千二年末に行われた、 UEFAU-21 欧州選手権に U-21 チェコ代表として出場して優勝した。決勝では U-21 フランス代表を完封し PK 戦でも PK を2回止めている。同年2月のハンガリー戦で A 代表デビューを果たしユーロ2004予選以降はレギュラーに定着。ユーロ2004では ベスト4に進出したが、優勝した、ギリシャのトライアノスデラスにヘディングでの得点を許して、敗れた。チェコは準々決勝のデンマーク戦を除くすべての、試合で失点を喫したが、そのパフォーマンスは大会を通し高い評価を得た。ドイツ W 杯欧州予選ではオランダに2試合で4、失点を喫したものの、グループ2で、プレイオフに進出した。 プレーオフのノルウェー戦には2試合合計2の0で勝利し、自身そしてチェコ独立後初となる W 杯の出場権を獲得した。しかし本大会では、初戦のアメリカ戦に勝利したものの3試合で4、失点を喫し、グループリーグ敗退に終わった。だが、この結果は、個人の失敗のみを表すようなものではなく、本人は再三にわたって、好セ部を連発している。 特に2戦目のガーナ戦では2失点を喫したものの、チェフの古軍奮闘ぶりは、際立っていた。前半で退場者を出し数的不利になり、シュート20本とガーナの厳しい攻めにあいながらに、失点で抑えたそのパフォーマンスは、守護神と呼ばれるにふさわしいものであった。3戦目のイタリア戦でも2失点を喫したが、それはこの試合でも前半で退場者を出し数的不利に、 なり、勝たないと、グループリーグ突破が、絶望的となる状況で攻撃に出た結果である。その後、ユーロ2008予選では、ドイツと同組になったものの見事1位で予選を通過した。そして、本大会では、初戦で開催国スイスに勝利したものの、続く、ポルトガル戦には、敗れ、グループリーグ突破をかけて最終節のトルコ戦に、臨んだ。しかし、 この勝負の試合でチェコは2点を先行するも、75分以降に3失点を喫し大会を去ることとなった。自身も87分に相手のクロスをキャッチし、そこで2失点目に直結するミスを犯してしまった。グループリーグにおける1試合あたりのセーブ数としては、16、過酷中最多の平均6本を記録したにもかかわらず、失意の結果となった。 南アフリカ W 杯欧州予選では、グループ3でスロバキアとスロベニアの前に3位に終わり、本大会出場は叶わなかった。ユーロ2012予選では前回 W 杯、優勝国で8戦全勝のスペインに次ぐ2位となり、プレイオフに回った。プレイオフでは、モンテネグロと対戦し2試合合計3から0で、勝利し、本大会出場を決めた。本大会では、 初戦で、ロシアに1の4で大敗したが、続くギリシャと開催国ポーランドに連勝し、ギリシャと共に2大会ぶりのグループリーグ突破を決めた。しかし、準々決勝ではポルトガルに0の1で敗れた。2013年3月26日、ブラジル W 杯欧州予選のアルメニア戦で、カレル・ポボルスキーに次ぐ、史上2人目となる、通算100試合出場を達成した。 2016年5月27日のマルタとの親善試合が代表通算119試合目の出場となり、カレル・ポボルスキーの持つチェコ代表の通算出場記録数を更新した。UEFA ユーロ2016ではグループリーグ3試合にフル出場したものの5失点を決し1分2敗のグループ再開で敗退。2016年7月8日に代表引退を表明した。 ありがとうございます。